では続きましてワイヤレスシステム研究室研究マネージャー滝沢健一の発表ですタイトルは低遅延と多数接続の両立に向けた無線アクセス技術ステイブルですそれでは滝沢研究マネージャーよろしくお願いいたします はいいですすよろししくお願いします、えー、と低遅延と多数接続の両立に向けた無線アクセス技術、ステーブルと題して、えー、発表させていただきます。よろしくお願いします。えー、この発表の概要ですけれども、えー、多数のロボットなどがクラウドやエッジから、えー、AI 等を活用して遠隔制御されるような時代、つまり Society5.0 の時代を想定しまして、えー、多数接続と低遅延を両立する無線アクセス技術、 の実現に向け、えー、ステーブル、えー、と呼んでおりますけれども、えー、まあこの技術について研究開発、えー、ですとか実証実験に取り組んでいます。この概要ですとか、えー、まあ概要でについてお話をさせていただきます。 まあ研究開発の成果が広く活用いただけるよう、えー、国内企業様と共同実験、共同研究、えー、自宅研究などの実施に取り組んでおります、また国際標準化への企業、えー、文書の入力等にも取り組んでいるところです。えー、とメッセージとしましては、えーと、共同実験や共同研究を通じて、えー、6G に向けた研究開発、まあ、これに取り組んでいただける、一緒に取り組んでいただけるパートナーの方。 に、えー、お探しております、えー、もしご興味持たれた方いらっしゃいましたらお声掛けいただければと思っていますどうぞよろしくお願いしますでステーブルの技術の概要について、えー、こちらのスライドで、えー、お話しさせていただきたいと思います、えー、背景としましては先ほどお話をさせていただいた通りです、えー、動くものが、えー、ネットワークから遠隔で自動制御されると いう時代が来る。まあそういう未来予想図がいろいろなところで描かれているわけですけれども、まあ動くものを遠隔で制御するためには無線通信技術、無線通信技術、まあ必要不可欠なわけです。で、動くものを、えー、遠隔制御、えー、されるものが本当にあの膨大な数普及したときには、まあ周波数資源というものは。えー 限定されている限り、えー、あるものですので、その限りある周波数資源を効率よく、えー、利用できる技術というものが必要になってくるわけです。で、えーとまあ、いろいろなあのアプローチがあるわけですけれども、まあ、もちろん、えー、5G の中でも、えー、と低遅延、多数接続に関するけん、あのー、研究開発というか標準化、進められてきているわけです。で右側にチャートを書いておりますけれども、えー、5G では皆さんご存知の通り、 高速大容量、えー、っと、えー、超高信頼、えー、超低遅延、超多数接続、3つの要件が定められて、ユースケースが定められて、えー、標準化、取り組んで、えー、取り組まれてきているところです。で本技術は先ほども申しましたとおり、低遅延と多数接続の両立、つまりこの赤く示されている部分、えー、これを満たすような無線アクセス技術が実現できないかということで、取り組んできております。 でえっとまあ,あのこの無線アクセス技術の名前なんですけれどえ、下に書いてありますけれど、ステーブルというふうに呼んでおります。えー、サイマルテニアス・トランスミッション・アクセス・ブースティング・ロー、えー、レイテンシーというものをまあ省略して、ステーブルと呼んでおります。で多数接続を実現するために どのような技術を用いているかというと、5G でもテクニカルレポート発行されていますが、非直交多元接続技術というものを用いています。この技術を用いることによって周波数チャンネル1つであっても複数の端末局と通信を行うことができます。しかも空間分割や符号分割を用いることなく実現できるというところが特徴になります。で低遅延性を実現するためには、コンフィギュアドグランド伝送と呼ばれる 5G でも標準化をされていますけど、 技術を用いることによって遅延を最小化しようということで、えー、実あのこういった技術を活用しております。で先ほどあの非直交多元接続のところで一、えー、つの周波数チャンネルを複数の、えー、端末局と、えー 同時に使ううこととができきまますといい話をさせてたただきました、えー、つまり基地局側から見ると複数の端末局は同時に話すそれを、まあ、基地局は、えー、とちゃんと聞き分けて、えー、上げることができるというような、えー、技術になりますので、まあ、我々聖徳太子のような基地局を目指してというふうな にんんででで、えー、研究開発へ取り組んでいるところです、まあ、あの消毒大使、馬宿の御子と,というふうに呼ばれてますけど、馬宿を英語で言う馬宿、ま、あの旧舎ですねあの、馬がいるところですけれども、英語で言うとステイブルというふうになりますので、まあ、この技術の名前はステイブルというふうに名付けたと。 いうところがあります先ほどサイマルテーニアスフンタロと言いましては、まあ、これ無理やりな語呂合わせでして、まあ、この聖徳太子のような基地局を目指してというところからステーブルというふうに名付けていますすいません研究の話に戻りますけれど、まあ、どうやってどこの技術において信号を分離しているのかということを示し説明しているのが右側の図になります。 えと従来の方式ですと、複数の局から、端末局から信号が来た場合には、えー、と信号強度が一番強い信号、あの端末局からの信号は受信できるかもしれない、つまり、他の局からの十分な信号差があれば、えー、受信できるかもしれませんけど、それ以外の局については、えー、と受信ができない、えー、失敗してしまうということになって,ななってしまいます。で今回の、えー、と技術では、えー、どういった、あのー 方法で全ての局からの信号を受信できるかというと、まあ、最も強い信号の、えー、をまずは複調複合を行って、えー、その複調複合した、まあ、複合結果をもとに、えー、A 局からの受信信号のレプリカを作成してそれを受信信号、えー、3つの局の信号が、えー、頂上されている加算されている足し合わされている信号から引いてあげるとそうすると BC が残って次に B を、えー 複調複合を行って、まあ、複合した結果からレプリカを作って引いてあげる。そうすると最後 C が残ります。で C を複調複合してあげるということで、えー、とあのこ,れをこういった手順を繰り返すことによって、すべての曲の、えー、信号を、えー、複調複合できますねと。 いうことになるわけですで、まあ、技術としてはあの非常にシンプルですけれどもこれを低遅延で実装できるような仕組みを作るというところに一つ技術的な課題があるところで、まあ、それをあの信号処理の軽量化を図ることによって今回実現できましたということになります。でえっとまあ、この技術を実際にハードウェア としてプロトタイプを作成しまして実証実験等をこれまで取り組んできております。まあ、端末局側は、えーとまあ、非常にシンプルな構成でした。エラー訂正を行ってインタリーブを行ってデータ変調を行って送信をするという形になっています。で参照信号、リファレンス信号とデータ信号を送信するとで。リファレンス信号の信号パターンに工夫をすることによってどのあの何台の端末から信号が来ているのか。 とといいううことを識別できるようにしていますで基地局側はそのリファレンス信号の受信結果から、えー、何らの端末が来ていて、えーとまあ、先ほど話をしたような信号処理、まあ、繰り返しの信号処理によって、えー、全局からの信号を分離するということを行います 2.5GHz 帯を使いまして、えー、っとあの実験試験局を開設して、えー、横須賀リサーチパークにおいて実験を行っております でこちら、実験の様子ですけど、実験の際には、えー、車、車載局とあとは YLP1 番間、えーえー、のオフィスに置いた固定の局、えーまあ、それぞれから、えー、と電波を出して、実験を行うということを行っています。はい でまあ、このように開発を進めてきておりまして、えーとまあ、ここまでは本当に純粋な研究になるわけですけれども、えーとまあ、あの実際に使っていただくためにはあのー、想定されるようなアプリケーションとの接続というものも必要になってくるわけです。でこちらは日本電機さんとの共同で実験を行っていまして、無線あ物理層の技術と無線アクセス。あのー アクセスその技術はステーブルを使っていて、その上に NEC さんの商用の、えー、安全運転支援のためのアプリを載せている、あとスケジューラーも載せて、えー、実験をしたというものです。見通しの悪い交差点に、えー、近づいてくる2台、えー、の局、まあ、車が接近している場合には、その、えー、接近してくる2台に対してアラートを出すというようなデモンストレーションになっておりまして。えー 周波数チャンネル一つだけを使って、えー、低遅延で、えー、とエンドツーエンドの、えー、リプライ、つまりアプリサーバーからの、えー、リプライを返せるということを確認しております。はいはいえー、以上、えー、まとめさせていただきます、えーと。冒頭にもお話をさせていただきましたけれども、えー、ロボットと、たくさんのロボットなどが、ま、クラウドエクウドエッジから遠隔制御されるような時代を想定しましてま、多数接続と低遅延を両立する無線アクセス。 の技術,を実技術無線アクセス技術の実現を目指して実証実験等、えー、に取り組んでいるところです。国内の企業様からの、えー、と様との共同研究や共同実験、あとは受託研究などなどに取り組んでいるところです。今後の取り組みですけれども、今年度、えー、と国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構 えー、のポスト 5G 事業を自宅しておりますこの事業におきましても、まあ、今回の研究開発に基づく、えー、とけんあの研究開発特に軍ロボットの遠隔制御の実現に向けた技術について取り組んでいきたいと思っています。 あと今回の説明では、セルラモを想定したようなお話をさせていただきましたが、あの基地的に実装した技術というものは LPWA にも利用できるというふうに考えています。まあ、今後、LPWA、今よりもさらに混雑してくると思いますが、その周波数利用の有効利用に向けた技術としても、研究開発に取り組んでいるところです。えー、と今日のお話をお聞きして ご興味持たれた方いらっしゃいましたら、ぜひご一緒に研究開発進めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。以上になります。滝沢研究マネージャー、ありがとうございました。